こんにちは、プロドリフチャンネルです。スラッと伸びた花茎の先端に花をいくつか咲かせています。これリクニスという仲間です。まあ通称松本仙王とかというふうに呼ばれていることもあります。お日様が大好きな植物ですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料は春と秋に緩効性の屋肥料置き肥を株の近くに載せてやる。それぐらいで特別な管理は必要ありません。ただしこれスラッと立ち上がってますが、風でこのようになびいてしまうと簡単に折れてしまうことがあるので、折れてしまったり、あまりこのようになびいてしまうときは支柱をしっかり立てて折れないようにしといてやってください。芽が出る前、春先に新しく植え替えをしてやると、毎年どんどんと株が大きくなっていっぱい花を咲かせてくれます。まあオレンジ色だけではなく、赤やピンク、絞りなどの品種もあります。